当時はスターを目指して頑張ってたな。よいしょ。今じゃこのざま、年齢には逆らえないわ。まるでモンスターババアだね。何笑ってんだよ。あ、そういえばあんた夢とかあるの？夢？うまい棒いくらでも買えて好きな時に好きなゲームをできる生活を送ることかな。それじゃああんたスターになりなさい。スターって曖昧な表現じゃわからないよ。とにかく有名になればいいのよ。あんたの夢は有名人、大スターになることよ。第1回キーコのスター講座。はあ？あんたは勉強ができてもタレント力が足りないわ。タレント力？手っ取り早くタレント力をつける方法、それはお笑いの力を身につけること。というと？一発ギャグ千本ノック。ヤネちゃん、私を笑わせてください。カラスのモノマネ。勢いに任せてボケればいいと思ってんでしょ。じゃあどうしろってんだよ。あんたは頭いいんだからその頭脳を使って考えなさいよ。これをいろんなところに送れば。はい、じゃあ今日の算数の授業は数の読み方をやっていきたいと思います。ヤネちゃん、テレビ出演が決まったから今すぐ向かうわよ。え、本当？ほら行くわよ。将来役に立たない芸能活動よりもお前目の前の勉強に集中しろ。黙りなさい。ガビー。ほら行くわよ。高潔なんてするやつは人間のクズだ。本日より屋根助さんの担当をさせていただくマネージャーです。よろしくお願いします。ほら、屋根ちゃんも挨拶しなさい。よろしくお願いします。それでは本番始まりますので、こちらどうぞ。さあ始まりました、民間の神様。今日はどんな芸人が出るのか楽しみです。僕はモニチャリさんと一緒に出てあげて本当に幸せですよ。キモいんだよ。最初は虫取り少年小倉です。どうぞ。どうも虫取り少年小倉です。いた。転倒したらなんと転倒虫見つけちゃいました。で、これバナナやないかい。そんなバナナ。次は初登場、天才小学生ヤネスケです。どうぞ。どうも。見た目は天才、天才すらも操れる天才小学生のヤネスケバカ。ショートコント選択。ねえねえお母さん、なんで最近水洗いばっかりしてるの？え？洗剤がないか？それじゃ俺の腕こすってみてよ。ゴシ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 、ほら泡が出てきた。ってそれ洗剤小学生。ゴシ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 、それ洗剤小学生。ゴシ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 、それ洗剤小学生。ゴシゴシ磨いてたら僕の心まで傷ついちゃった。ってそれ繊細小学生。ナイーブナイーブ、それ繊細小学生。ナイーブナイーブ、それ繊細小学生。ちゃんお出かけ行くわよ。え、どこに？ここよ。は？ヤネちゃんももう小学生なんだから働かないといけないのよ。行くわよ。失礼します。ほら挨拶しなさい。本日職業体験をさせていただきます、ヤネスケと申します。はい、今日はよろしくね。はい、じゃあ私は失礼するわね。あんたちゃんと呼びなさいよ。ったく、なんでこんな忙しい時に小学生の世話なんかしなきゃいけねえんだ。おい、突っ立ってられ、資料まとめられ。社長、意地悪ですね。まあ、一年あっても終わんないだろうけどね。できました。小学生だからって嘘ついていいと思うなよ。
次の仕事くれますか。今日は一日ご苦労だったな。ありがとうございます。いい経験になりました。それでは。待ってくれ、この会社の社長になってください。は？あなたならこの会社を、いや日本を変えられます。まあ別にいいけど、お母さんにも言っといてね。社長、かしこまりました。さあ始まりました、屋根助ショッピングのお時間です。今日紹介する商品はこちら。この靴を履けばなんと 50m を1秒で走ることができます。それでは実際に走ってる映像をご覧ください。今お電話していただいた方に限り、なんとこちらの商品サンキュッパでお買い求めいただけます。徒競走で1位になって、お母さんとお父さんを喜ばせてあげましょう。それでは。はい、5足ですね、誠にありがとうございます。少々お待ちください。あ、10足ですね、誠にありがとうございます。少々お待ちください。社長、注文が止まりません。よし、追加で1万足発注しろ。はい。いい調子だ。さあさあ、お次いたします。それでは、総売上100億円達成おめでとう。乾杯。乾杯。お前ら、今日はたらふく食ってたらふく飲めよ。誰かいいやつはいないかしら。あ、どけどけお前ら、緊急入院だ。聞いたじゃん、ついてこいよ。鼻くその食べ過ぎで胃袋がやられてる。これはもう治せないかもな。よいしょよいしょ。やねちゃん、実践よ。聞いた、今助けるぞ。これがキータの食った鼻くそか。キータ、起きたのか。や、屋根助、助けてくれてありがとう。お前も鼻くそばっかり食べてんじゃねえぞ。俺死んでたと思ったら怖くて怖くて。ありがとう。人の命を助けるって尊いことなんだな。お母さん、俺今後も医者として頑張るよ。あら、やねちゃん、ようやく決心がついたのね。先生、それじゃあ息子を医者にしてくださるかしら。人の命を救う覚悟ができました。医者として本気で働こうと思います。よろしくお願いします。いや、無理ですよ。え？医者は早くても24歳からしかなれませんけど。じゃあ無理じゃないの。そしたら次はプロサッカー選手になって大儲けしてもらおうかしら。え？ふざけるなー。